はようございます。今日はベーコンエピとチーズコッペを作ります。生地はもうできてあるので、分割から始まり発酵して成形をし、焼き上げに移っていきます。発酵状態は時間もあるけど、自分の手で触った生地の感覚とかもあるので、そこを気をつけていきたいと思います。ハード系の生地は実習ではまだ使ったことはなく、理論で一度見たことがあるんですけど、デリケートな生地なので扱い方に気をつけていきたいと思います。今日初めてハード系のパンの生地を触ってもらうので、ソフト系とどう違うのかとか、扱い方の違いとか、そういったところをしっかり見てほしいと、あとは今日のテーマが、スチームを使うになってますから、オーブンで、蒸気出して最後焼いていきますので、しっかり覚えておいてこの細かいものを何個も出さないように、できるだけ一発でいけるように気をつけて。結構難しい。難しい。最終発酵しています。この端っこ。はい、チーズが外に出てしまうことが難しい。挟んで、ここのフライングをここで、今日引き継ぎ係って今日 何がするとか決めますか？ここが誰が引き継ぎ係するとかやる？いつも通り最大限なのいいかな。行きます。行くぞ。3回ピッ。わー、すごい上手だ。怖ー。スチームをかけることによって焼き固めるのを遅くして、オーブンの中でもボリュームが出るようにしています。ちょっと1枚あー、1個色ついてる。今日はいつもより15度高い。そうそう、で焼いてやっとこんだけ色つくから。いいじゃん、出そう。ここの切れた断面とかを見てチェックしていきます。さばとばした熱いわ。ちょっと火つけてもらっていいですか？弱火で。強くなってる。なってる。うわー、すごい。もうちょいじゃない？1分ぐらい。1分やって出そう。やることによってパンへの何かの効果はありません。いいじゃん。オッケーだ。よし。焼き色も普段と同じぐらいなの分かる。で、今日は235度の感じで18分とかで。キュールの計量からお願いします。これ全部、はい、これ全部準備しちゃって大丈夫です。はい、オーブン担当をしたんですけど、焼き色をしっかりしながら作ることができたので、そこはうまくできたかなと思います。ところにはイーストを使って菌
の力で膨らませていくので、洋菓子や和菓子と違って、その発酵だったりとか、生地を緩ませるというものが必要になってきますので、状態を確認しながら、やっぱりそれを見極めるっていうのが、パンにとってはとても大事です。やっぱりハード系の生地を触るっていうのが一番のテーマで、まあ、オーブンもスチームもというところが今日のテーマとしてやっているんですけど、材料がどれぐらい入っているかで、この生地がどのくらい違ってくるのか、焼くポイントを彼女は気をつけて焼いてくれていたので、すごく焼き色で今日は焼けてたなと思うんですけど、はい、生地の状態自分たちでチェックしたこととか、最終発酵はどれぐらいがいいかとかを自分たちで見極めることができるようになっているかもしれません。